アバシャームエル、または単にシャームエルは、ハンガリー王。ハンガリー北部で生まれ、マジャル人族長ゲーザの娘サロルタと結婚。既定イシュトバーン一世が、王国のキリスト教家を進める中、彼は、偏教博となった。シャームエルが、キリスト教に改修したのは、政治的な目的のためで、信仰は厚くなかったという。イシュトバーンの死後に王位についたペテルは、キリスト教による、 封建制度を推し進めようとし、シャームエルを宮廷から追放した。キリスト教家を恐れ、ハンガリーが神聖ローマ帝国の俗領となるのを嫌った一派が、シャームエルを支援するようになった。シャームエルは1041年にペーテルを追放して、即位した。彼はペーテルに追従する者たちを捕らえ、拷問にかけた。また、ペーテルが制定したいくつもの法を廃止した。 彼の強引な手法は貴族に歓迎されず、未だ京都のままである仮想階級に支持されていたという。シャームエルは、ペーテルの同盟者である神聖ローマ皇帝ハインリヒ三世と手を結ばなければ、自身の王位が危ういことを知っていた。彼は1043年にハインリヒと和平を結ぼうとして、国土の多くを長江として治めなければならなくなった。手元不匂いになったシャームエルは、 元の王たちが、教会に寄進した財産を取り返そうとし、また聖職者らから税を取り立てようとした。彼はこれで貴族からも、教会からも支持を失った。1044年、ハインリヒ三世の支援を受けたペーテルが戦いで、シャームエル軍を撃破、シャームエルが東部へ逃れた。彼はそこで、ペーテル軍に捕らえられて殺害されたとも、またティサ川に達したところで親ペーテル派の、 ハンガリー貴族に殺害されたとも言われる。ありがとうございます。